ちょっと対戦入れますかね。はい、シャッフル中ですね。はい、はい、三冠を狙ってた高橋選手は残念ながら、惜しくもトップ8で敗退ということになりましたが、ただでも3回連続トップ8に入ること自体が相当すごいことですね。3冠目っていう、もうその言葉がすごいですね今まで2回同時に神になった人は、高橋選手が初めてで、今回勝つと3個目の栄冠が近づいただということですが、まあ、今回は惜しくも敗退ということですが、まあ、その高橋優太選手を破った関口浩太さん、はい、対、の、フィーチャーマッチを、まあ、お送りしたいと思います。サンタックスってでも結構あまりレガシーやってない人は馴染みがないようなデッキな気がしますよね。どうですか、僕は結構好きなんですそうですねデスタグのいいところというか、はい、好きなところってどのあたりですか。ちょっとね、なんていうんですかね、クリーチャー、白のクリーチャーデッキなんですけど、うん、相手の土地を攻めながらとか、うん、あと普通のビートダウンじゃなくて、その霊気の薬瓶を使ったいろんなトリックを駆使してちまちま攻めていく感じのアーキータイプなんですけど、結構一見ちょっとね、はい、地味に見えたりもするんですけど、はいはい、相手をじわじわ締め上げてくるのがすごく昔懐かしいというか、はいはい、まあ、サリアとか結構デスタックを象徴するカードですね。そうですね、ルーンの母とか、はい、まあ、あとイチカジの神秘化ですかね、はい、まあ、クリーチャー出ないカードを、まあ、一番の重くさせてさらに土地を縛るっていう、ね、さあマリガンチェックです。かなり関口さんのハンドは問題なさそうですね、はい、薬瓶もありますし、さあ、まあ、ジャッジの開始の合図を待ってお互いキープですかね。つむらさんが嫌いなデッキの方が珍しいっていう。そうですね、あんまりないですねマジか、大体楽しいためまあでも結構大体使ってたら楽しいですもんね。そうですね、まあ、相手にするのが嫌だっていうのは多いとは思うんですけど、あ、そうですね、はい、ウルザトロンとかモダンのウルザトロンは僕が唯一と言っていいかもしれないですけど嫌いですねたくさん負けてきたので、当魔力の降参7マナカーンって3ために出されたり、魔力量はいい加減謹慎してもいいんじゃないかなまあね、魔力量だけだったらね、マルクルだけ3つとは言わないですけどつってさあ第13期レガシー新挑戦者決定戦準決勝、 UR デラバーの高翔智也さん対デス&タックスの関口浩太さんの戦いになります。さあまず出ましたね、まあ、高翔さんもすぐにフェッチ切ったんで、デイズか何かしら対抗手段または渦巻く知識がありそうですけどね、うん、さあボルカリックアイランドを持ってきました。尋常じゃなくフェッチが早かったですからね何かしらおしっかりピアスですね。さあ霊気の首はカウンターされました。さあここから秘密を掘り下げるものを引きましたね。16対14、ありがとうございます。お、いつの間にかめちゃくちゃ復旧している土地が増えてこうなるともうガゼン高翔選手が有利に見えますが、稲妻もひぎずしで稲妻を1マナ追加で払って対象は振り返す。いや、かなり盤面盛り返してきましたね。さあ関口選手サリアしかない、手札もサリア、サリアこれ、ね、伝説のクリーチャーが固まってしまうというのはデスタクよくありがち、サリア固まってしまう。さあこれでセラタックします。これ持参だからもうサリアでも止められない。そうですね、でも強いですね。さあ現状高翔選手がかなり有利です。さあドローは2匹目のデルバー変身はしませんでしたが、がぜん有利な高翔選手アタックしていきます。そしてシアン手札を備えていく。うん、先ほどのゲームもそうでしたけど、はい、こいつはすごいですね。想像していたよりはるかにこの非術師は強い。僕も今使ったことはないんですけど、はい、こう見ると本当にお化け強いですね、はい、ちょっといい名前がねまだないんですけど埋め合わせくんとか言ってましたけど、ね、誰にも通じない埋め合わせってなんだってさあデルバーさらに追加していきます。高翔選手しかもウィルも構えている。関口選手コウショ選手多分トップにスペルピアス呪文
貫きを積んでて、デルバが変身した後にフェッチでいらないので、うん、ライブラリに混ぜて、おここで、あエンドにブレインまで打つんですかね、もうかもしれませんね。さあかなりマウント取ってきている交渉選手、もうこれ結構デルバ変身しちゃうともうかなりゲームは決まってしまいますね。多分手札にブレインあるのでもう確定で変身しますね。これでインスタント手札にフォースオビルがあったんで、はい、まあ、それをトップに積んでもいいですし、何か見せやすいものを引いたらそれを積み直してもいいですし、はい、あーっとこれで稲妻というかチェーンライトニングもあるので、さあ裏返りますねここは。はい、これでも足りてますね。はい、6点6点サリアサリアサリア重なってしまったと、愛されてしまいました。はい、第13期レガシーシーン挑戦者決定戦第1ゲームは UR デルバー交渉選手が1本取りました。サイドボード移ります。さあサイドボードですけれども、交渉選手はこのデスアンタックスに対して何を入れてきますかね。追加の除去で、あとあの3マナ22でサンクタムプレープリレイト、あのチャリスみたいなやつなんですけど、数字を指定して、はい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 、その数字の、まあクリーチャー以外の呪文が唱えられなくなる、はい、これを避けるカードが何かしらあるといいんですけど、はい、最大に作悪とかですかね、はい、あとはだいたい1止めてくる感じですかね。そうですね、稲妻とか打てなくなっちゃうんで、はい、あとはヌルロット、ムノロット、うん、これは薬瓶も止まりますし装備品も各種すべて止まるんで。なるほど。お、あと硫黄の精霊も取ってますね。硫黄の精霊は3マナ3に刹那という能力がついてて、白のクリーチャーがプラス1マイナス1されるという、でデサンタックスって基本的にタフネス1のクリーチャーが非常に多いんで、こいつが出てく、はい、来た段階でも除去する前にクリーチャーが結構壊滅してしまうんで、まあ、ルーンの母サリア、サリア3マナ3、フリッカーイスプ、はい、あと3マナ11もいますし、はい、かなり死ぬんですよね。で も, もう初手にあったら、うん、そもそもタフネス1だけ無視してゲームを進めて、タフネス2以上の石火事とかだけ2的を絞ってゲームを進められるんで、かなりもうデスタクのためのカードといっても、ほとんど専用カードといってもいいぐらいですけど、はい、まあ、1枚入るということですね。対するデサンタックス関口選手は何を入れてくるでしょうか。オルゾフポンというオルゾフの司教、はい、3マナ11でちょっとキャストしづらいとか、そういう前提条件はあるんですけど、白黒のクリーチャーで3マナ11で場に出た時に対戦相手のクリーチャーをマイナス1するか、自分のクリーチャー全てをプラス1するかを選べるんですけど、うん、若き群れのグレン術師のトークンと、真の宿敵を全てまとめて対処できるんで、はい、ちょっとね本当にハードルは高いんですけど、魂の洞窟を引いて人間っていうか、うん、薬瓶から出すしかないんですけど、黒マナの土地がない入ってないですね、はい、たまにあのフェッチランドで、白黒のスクラブランド入れてる人もいるんですけど、僕はまあ、はい、そこまではしなくていいかなっていう、すごい学べというか、そうですね、もうなかなか考えられないですけど、レガシーならではですね。はい、それぐらいですかね。他に入れるもの、まあ、追加のルケイの道、あとカウンシルズジャッジメントとかも、はいはいはい、トゥルネームネメスやれるんで、確かに確かに、あそうですね、パステルエグザイルも本当にデルバー系専用というか、うん、結構カウンシルジャッジメントも3マナで重いんですけれども、まあ、基本的にはゲームを長引かせてっていうプランにすることが多そうですけどね、はいはい、あとはアブソリュートロー絶対の方、あ、はい、すごい久しぶりのに見ましたけどこれどういうカードですか。2マナのエンチャントなんですけど、あなたのクリーチャーは全てプロテクション赤を持つ、赤なので火力呪文とかが一切効かなくなる、まあ、ちょっと重いですけどね、まあ、多分けどそれでも入れるんじゃないかなと、うん、まあ、でも火力が全然効かなくなるんであれば通ってしまえば、はい、だからちょっと2マナと重いんで通るかどうかがそもそも多少不安定かなという気がしますが、さあ第2ゲーム UR デルバの高翔智也選手対デス&タックスの関口浩太選手、1本目は UR デルバの高翔選手が勝利しています。いやでも用の精霊もかなり昔から採用されているカードですよね。そうですね、はい、ただちょっと本当に狭いんで、うん、デスタクにはめちゃくちゃ強いんですけど狭いので、まあ、その枠を割くだけの価値があるかどうか、はいはい、いつも悩ましいところですね。さあ7枚、どうですかね。関口選手は霊気の薬瓶とシャードの港、ちょっと土地が、ね、多そうに見えましたけど、
先ほどは後手だったんで呪文つらなきゃ対処されましたが、先手だとフォースオブ縛り、はい、フォースオブイル縛り、そこ安全に霊気の首を着地させました。いやもうデスタックとしては最高に嬉しいスタートですね、うん、1ターン目に。ただちょっとそっちが固まってしまってますね。小田選手はシャーダン、ブリンストン、クリーチャーが固まってますかね。ヒゲ術師が2枚見えています。まあ、ちゃんと土地は基本地権も含めてあるっぽいですけど、ウエストランドもあるんでリシャードの港も最悪破壊することもできる、うん、サクワクもありますね。デルバ側としては土地攻められるんですけど、霊気の焼き瓶があるのでテンポ的には結構難しいですよね。薬瓶を何としてでも早くサクワクしたいですね。さあヒートの山、そうですね、山ですね。さあこのターンウエストランドするか山を移転するか。これ山へ、しかもこれアラビアンナイト、かなり珍しい山ですね。関口選手は3枚目の土地を置いて、まあ、ゆっくり、まあ、構えているといった感じですかね。この薬瓶で何かできるか、アップキープ山か島か。さあどちらにせよここで薬瓶を破壊か。はい、ここであ錯覚でクリーチャーが出せない。はい、下にあるのは護衛募集員と理解スプですかね。さあお互いゆっくりの立ち上がり、ただバイアルは引いてますね。これ悪くないですね。兵器の薬瓶、で島を寝かせます。まあ、こうなると結構動きにくいですね、交渉選手も。さあただそろそろねマナも伸びてきたんで、先ほど大活躍していた非技術師も含めて動き始めそうですが、まあ、こう平地を切って島ですかね。はい、島出して非技術師でそうですね、うん、もうすでに墓地にブレインストームがあるので、さあ出してきました。こいつが腐ったシーンってありました？今ね、まあ、ないですよね。基本的には墓地にブレインストームかポンダーが除去なんで、はい、ハードルが低い。さあここはソープロ剣をスキニーで追放されてしまいます。しっかり持っていました。関口選手も残りの手札は呪文だらけっぽいですが、ここは構えて変動。さあ山はタップしました。ここで不毛でリシャーダンポート終わりまして、まだでは2枚目ありますので出してくるでしょうかね。そしたら今例えば準決勝ですね。さあ高所選手手札に多少の打ち消しでも、呪文はめとシアンとチェインライトニングと不毛の大地、はい、これ引き寿司、うん、これまだまだわからない展開ですが、引き寿司だけどできればすぐに対処したいですけどね。不幸バリスタ、そうです、最近のデスタクにはほぼ、はい、でもサイドボードかメインボードか人によって違うと思いますけど、プロツアー優勝したアレンウー選手がメインにサイドボードに入れてて、はいはいはい、同型めちゃくちゃ強いんですよ。確かにルーンの母が効かないっていうだけで、たまに選手もいいんで、はい、護衛募集員からサーチできるんで非常に強い。もう絶策だとサイドボード75枚には絶対1枚入れといた方がいいと思います。スキー選手ここは3マナ護衛募集員、これ何サーチしてきますかね。うーん、難しいですね。まあ、2マナーが今は一番そうですが、うん、石火事攻める石火事、指定はまあ人間だと思いますが、
佐久保翔選手でどう攻めるか。石梶が一瞬でも召喚酔いが解けてしまうと、うん、大田使いだったり、人氷の剣が場に出てしまうので、不毛で魂の洞窟を割ります。そしてシアン、チェインライトニングがあるんですけど、ね、ちょっとチェインライトニングだと1回石梶に起動させる隙を与えてしまうので、施策としては1回起動すれば十分ですからね。そうですね、うん、さあしかし3枚目、都合3枚目の秘術師があったことも含めてか、これをそのまま引きましたね。そしてアタック、ここは通しました、うん、こいつずるいですね強さあ2回目のブレインストーム、しかも稲妻も引いてきた、本当に強いなすごいですね。さあ一気に出札がブラッシュアップされた高翔選手、2枚目出しますかね。そうですね、出すと思います。もう次からドローも除去も連打して、本当に凄まじいですねこいつは。次先生エンドに石梶の神秘化、まあ、これはサーチ先見てからで良さそうです。そうですね、先にサーチさせちゃった方が。さあ出て持ってくるのは、氷の剣。お、バターじゃない、うん、まあ、やっぱり石梶が死んだ時のことも考えてでしょうね、うん、これだと普通にキャストすることは簡単なんで、で土地がもう一枚あれば装備までいけるんで、うん、さあ、まあ、ここは稲妻打たないと、まあ、手札に小田津がやった場合に出されちゃうので、まだ装備まで確定してしまいますからね、うん、さあコンシルジャチメント、関口選手今かなりね追加の土地が欲しかったと思うんですが、はい、さあまずは1体除去してアタックしました。この3バイアルが3まで来たので、お、フリッカーエスプでありますね、間にサーチするか相手の秘術師を1回消すか。この3を構えたデサンタックスでのプレイはかなり難しいんですよね。もうメインというか自分のターンでやっちゃうんですね。で、まあ、これだと確実にサーチができる、はい、あのインスタント呪文で除去で割り込まれるとサーチが不確実になっちゃうんで、このタイミングで消しておけば、うん、サーチだけは絶対にできる。しかも自分のエンドに上げましたかね今。そうですね、あのこれだと、まあ、相手が全体除去とか、はい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 、ちょっと今絶妙な例えが思いつきませんけどグレン地獄とかあった時にあいつが死なないとか、はいはい、そういう違いがありますね。さあ秘術師からさらに試案で手札を整える、もうこいつ1枚で何ガード取ってるかっていう感じですが、さあドローはヤングパイロマンサー関口選手、次のサーチもフリッカーウィスプにしてもうちょっと盤面を広げていくか、うん、フリッカーウィスプを持ってき続ける限りこの連鎖が止まらないんで、はいはい、ボス者は若きグレン術師を追加してターン終了、そしてエンドに護衛母神帰ってきます。最終的に、オールズ・オフ・ポンティフサイドにしてればそれを持ってくれば、確かにトークンがいくら並んでてもあんまり関係ないので、うん、まあ、とりあえずは3マナの強いクリーチャーを持ってきそうですが、さあいきなりポンティフを持ってくるか。高所選手ちょっと今赤マナを起こしてないんで、このタイミングにフリッカーイスプ1回挟んでもいい気はしますけどね。さあオルゾフの司教を持ってきました。これ土地引くと結構大変なことに。そうです、さっきもかなり力を込めてドローしてたんで、できればもう普通に5枚目の土地を引いて、引いたのはサリア。さあどうするか、サリア出しますか、はい、サリアからの、絶妙ですね、ちょっと人氷の剣が重くなってしまうのはありますが、はい、こう呪文をはめ、若きパイロマン、若きグレン術師のトークが出ますが、アップキープですね、はい、まあ、一応パワーを下げておくと秘技術師も能力が
るほど、パワー以下、まあ、パワーと同じとかそういう、書き方をされているので、パワーがゼロになった場合は1マナのスペルも使えないので、このターンは呪文が再利用ほとんどできないんじゃないかと。ゼロ2になりましたからね。結構していた高所選手ですが、だんだんと関口選手、そうですね、関口選手、ね、手札的にはもう一氷の剣も通りそうですからね、さあここはアタックできず、ここで引くのは土地。おー、引きましたね。引きました。高所選手普通のドローしましたかね。で、一氷の剣は通ります。ここでポンティフに装備、おお、装備もそして通ります。いや、ここまで来ると高所選手非常に厳しい。しかも剣を好きに引き当てました。青赤のデッキがプロテクション赤と青を持ったクリーチャーはさすがにちょっと対処できなかったですね。さあ、第13期レガシー新挑戦者決定戦準決勝、2本目はデスアンタックスの関口浩太選手が振り返しました。1対1になります。さあ、運命の3本目。関口選手としては今みたいにゲームが長引いたら、何かしらのカードで勝てるんで、まあ、すごいですね、はい、そうですね、比技術師あんだけ暴れ回ってましたけど、それでも乗り越えましたからね、まだやっぱ薬瓶は強いですよね。本当に薬瓶でヘンドにしかじやられるだけで相当嫌ですね。お、高所選手先手と後手で目くらましを入れ替えて、はい、今後手だったので多分目くらましを抜いてたんですけど、今回先手ということで、とにかく薬瓶ですからね。 まずは全てのクリーチャーが瞬足持つと考えると相当な、デスタクは本当にトリックが多いんですよね。フリッカーウィスプ、主にフリッカーウィスプですけど、結構当たったことなかったらすごいもうなんか 手玉に取られてしまう。3の薬瓶には結構最初は突っ込んじゃうと思います、エンドに使わせるかメイン、第2メインフェーズで使わせるかとか、そういう差もあるんで、第2メインフェーズに消すとターン終了時にすぐに帰ってきて、でターン終了時に消すと次のターン終了時まで帰ってこないんで、なんかバックトゥーベーシックとかを消したりとか、そういう小技もあったりなかったり。なるほど。いや、奥深いですね。意外と白タンですが、いや本当にいろんなテクニックがあります。さあ、ただいま第13期レガシー新挑戦者決定戦準決勝の模様をお送りしております。もう実際先ほど関口選手、はい、ターン終了時に消して相手のターンに出てこないようにしてましたけど、誰も聞いてましたよね、操作理塾で受けられないんで選択肢がすごい広がるっていう。高所選手が赤間の立てずに返してきたらフリッカーウィスをさらにサーチしてもいいですし、まあ、青を使わないとはいえそれ以上のトリッキーさを見せてますね。レガシー本当に知らないと自分で気づくのは不可能だと思われること多いですからね。まあ、さっきの見たアントも墓地から来るか手札が直接来るのかとか ね、はい、ありますし。さあ、マリアンチェックですね。関口選手平地がない。魂の洞窟あったっぽいんですけど、それでもあったかな、まあ、ありましたが、マリガン、まあ、ちょっと石火が見えてたので、石火だと人間じゃないからなんか私ですね、そういう、はい、まあ、あとはその指定して出しても能力が使えないという、確かに確かに悲しさが。さあ、1回マリガンの6枚、高所選手は7枚でキープですね、はい、平地平地不毛の大地、これとその主教、おこれ洞窟がある、が土地が4枚のこれはキープは、おキープしましたね。一番上が石火事だったのでかなり強いトップでしたね。やっぱデルバーアイデンはちょっと特殊地形からできれば入りたくないんで、ウエストランドさせるつもりじゃなかったらできれば基本地形から入りたいんで、
まあ、1打目デルバーからの2打目不問第一されたら結構それでも目も当てられない感じになっちゃいますもんね。さあ高所選手1打目でクロックはなかったんですがここで引けるか。プリンストン作白トゥルーネームネメシスも見えましたが、ここは土地を置いてクリーチャーがあるかなさそうですね。ちょっと長引きそうですね。そうなるとさあ鹿地の神秘化出してきました。ただ関口選手もしっかり、オルゾフポンティフと洞窟のコンボが手札に、もうコンボと言ってしまうぐらい直接出せるのはあれですが揃ってるので神の宿敵もしっかり対処できる手札になってます。もうデイズ数値そうですね、もう次の神の宿敵を出すつもりでしょうか、うん、さあフェッチを切ってシンノの宿敵本当出た時このカード折りかそうですねかなり対処法は限られてる。関口選手はサイドから、カウンセリも入れてるんで、はい、まあ、対処枚数自体はそこそこ入ってますが、そうですね、もうなんか僕が考えた最強デッカードみたいな。そうですね、3マナとは思えない。昔10マナかなんかでしたからね選ばれた相手ってそんなことあるかっていうさあ真の名の宿敵から入りましたが関口選手は持ってます。オルゾフの主教、まあ、ただねライフはまだいっぱいあるんですぐに出すかどうかをちょっと、ここは一旦クッション置いてって感じですかね。お、まずは火と氷の剣から豪快に行きましたね、はい、通るとこれはきついですが、 おデイズ持っていた。高所選手あれですね、作悪もあるんで多分どっちにしようか少し悩んだと思うんですが、うん、ライフを刻んでブレインストーム、どうしよう、結構土地多めハンドですかね。そうですね、まあ、ただフェッチもちゃんと引けたんで非技術師も引きましたかね。ここは関口選手としてはここでタフネス1のクリーチャーが追加されると嬉しいんですが、ここは非技術師出してきそうですね。このタフネスさんが本当に偉いですね。そうですね、頼もしい。そして墓地にはブレインストームが2枚ある、うん、さあ2マナ秀吉、さあ関口先生どう受けるでしょうか。カノニストカノニストも一応秀吉氏、うん、まあ、ちょっと牽制には、うん、まあ、序盤の牽制ですかね、うん、エーテル先生会の法学者ですね。ここはまず一回スプ、土地を押して割ります、うん、ポンティフはもっともっとギリギリまで待つ感じですかね、うん、とりあえずちょっと非技術師をなんとかしたいですね。あいつだけ現状対処できないんで、ブレインストーンもう一回使えてしまう。ちょっと除去がないと殴りづらいですが、うん、除去もあるのか。さあこれで錯覚までいきそうですね。錯覚して攻撃してさらにブレインストーンを重ねるそうこれ、うん、ブロック前に唱えられちゃう。あ、もうすぐに打つと思います。すぐに打って殴りそうですけどね。おー、手札にはさらに真の宿敵、これ2体並べたところを指揮をしたい、フォロモルドフの指揮を出したいところですが、まあ、なかなか、まあ、まずはちょっと非技術師をなんとかしないと、はい、ブレインストームにさらにブレインストーム、これ4回打ってますかねこのゲーム4回のブレインストーム、ブレインストームちょっとすごいありがたいスプレーなんですけど、こんなに打てちゃうとありがたみが薄れてしまうお腹いっぱいってお、これはいい。ソープロ通るか、通りました、通りました、いいですね。そしてオルゾフのこれ人間指定のオルゾフの司教、さあマイナスされてメスを除去されてしまいましたが、
なんともう一枚いる。こうなるとこれ憑依ってあんまりちょっと能力覚えてないんですけど、憑依は憑依したクリーチャーが、死んだ時にまた同じ能力が誘発するんで、ちょっと他のクリーチャーがいないとその能力は今のところ使えない感じですかね。あとあのオルゾフポンティフを相手が殺すか自分で殺さなきゃいけないんで、なかなかこの状態で交渉選手が殺してくれることはまずないので、デスタクが自分で殺そうと思うと結構大変なんですよね。まあ、除去も追放ですからね。そうですね、だから10手でマイナス1するとかかなりハードル、もう10手で乗り続けてたらもう普通にネメスとも勝負できるんで。あ、そしてシャッフルなし。関根選手は2体目のお、しかし、え、引いたのは石風、ね、石風の神秘か、はい、強い。このドロー持ってくるのはお、オーダー使いですね。あ、ファイアイスはもう墓地にあるんですね。残ってる装備が10手とオーダー使い。お、行きました。ほら、ブロックしろや。そう、憑依しちゃいますよ。まあもちろん交渉選手はスルーですね。憑依とかもこのご時世ちょっとインクのしみれるんです。なかなか覚えてない人も多いんじゃない。あったね、その能力みたいな。さあ、エーテル先生会の法学者追加します。でも、河野先生も殴り続けるしかないんですよね。そうですね。まあ、とりあえず、大田使いが出てくるまでは。除去できるか。手札破壊放題見えますけど、ね、破壊放題デルバーデルバーか。うん。さあ、デルバーでターン返ってきます。さあ、ドローは見えなかった。さあ、デスタかなり今有利な状況。に見えますね。まあ、でもまだまだこっからですね。お、3マナ。3マナ。おお、渋い。正規の総員長。そうですね。これが先ほど言ってたチャリス君。まあ、チャリスとは微妙に違っても、そもそも呪文が唱えられなくなる。はい、1してですね。となると、ブレインストームも、稲妻も、唱えられないと。はい。ただしかしここで変身することがあるとダメージレースはかなり変身しました。お、さあ唱えられないポンダではあるんですが、ライフがこれで4まで落ちちゃうんで、次のターンにこれを防ぎきれるか。あ、確かにネメシスもブロックできないし、デルバーももう盤面だけでね6点確定してるんで、飛行は止める術がないと。今そうね、剣をスキンも自分で今指定しちゃったので打てない、もう唱えられないですね。だからこれを止める手段はかなり限られている。さあどうだ、石火事ですかね。2枚目のこれは決まってしまったかと。手札を公開して、これは投了ですね。はい、